Before the video starts, there's like some comments to improve my English skills. So, I'd like to share these comments. I actually got just one comment, Bruh. but like I really appreciate it. So first, so through the video last time, the last video, maybe I was always saying like making over my loo, but actually correct answer, correct sentence is like doing a room makeover. Okay, so maybe I could say, I was doing a room makeover. I was doing a room makeover. Doing a makeover. I was. I did a room makeover. I also got a not in comment, but like my friend just correct me my English through Instagram chat. The video title was I am feeling like making over my loo, but it actually wasn't correct. Bruh. So my friends said, I am feeling like my room needs a makeover. So makeover is actually not a verb, it's actually a noun, I think. So I should have said makeover, like needs a makeover, or doing a room makeover. I really appreciate those comments. If there's like a viewers like who is a native speaker or who speak English so fluently, I mean knows English grammar or vocabulary idioms and whatever, if I just like using English wrong, please let me know. Like you can I really want you to correct my English like by putting the comment, like I don't know, but yeah, thank you so much. どういったね。多分アメリカのアマゾンはめっちゃ早く届きます。多分昨日の夜に頼んで、今日の昼来て、ああ、今日の昼に来たので、いや、めっちゃ早い。なんで買ったかっていうと、まあ本当は全然必要なかったんです。全然今これ使ってて、ナッシングのイヤースティックってやつ、まあ全然買う必要なかったんですけど、まあなんか、いや本当に買う必要なかった。まあなんかヘッドフォン、すごいちょっと憧れみたいなのがあって、まあこれ安くなってて、大体40ドルぐらいかな。40ドルぐらいで買えたので、しかもソニー。Bluetooth で、なんか結構評価も良かったんで、まあこれぐらいの、やつがあってもいいかなと思って買いました。すごい。iPhone みたい。まあ、とりあえず多分 Bluetooth で繋がるやつだと思う。Look
at all that treasure! あともう一つ話すと、このイヤフォン持ってるのと、このヘッドフォン持ってたんですけど、アダプターを使えばなんかこういうイヤホンジャックのやつを iPhone に挿すやつがあったんですけど、なんかちょっと私の携帯ここの、ライトニングケーブルを挿すところが壊れちゃって、だから今充電もここのマグセーフを使って充電するやつじゃないと充電できなくて、でなんかヘッドフォンこれ使いたくても使うのが、まあ、パソコンとつなげる時だけみたいな感じになっちゃったので、まあなんかヘッドフォンかつ、Bluetooth ので、まあ できるだけ安いやつけど品質はいいやつがいい、まあそんなすべてこの4つのね、欲望を叶えてくれるやつが、まあこれだったっていう、はい、まあ、ヘッドフォン、Bluetooth、まあ安いけど、まあソニーっていうね、ビッグな会社が作ったやつなんで、まあきっと、まあ、壊れやすいやつではないんじゃないかなっていう感じで、はい、選びました。音質とかあまり気にしてない、まあほとんどの人は気にしてると思うんですけど、私はあまり聞こえればいいかなっていう、まあなんかちょっと音質悪いのも味かなっていうの思ってるんで、まあ、これは私にとってすごい良かったですね。はい、じゃあここに今日は特にもう学校終わったんでテスト勉強またしっかりしていきたいと思います。に K-POP みたいな著作権大丈夫、スーパーシャイって5人だ、ニューシーンズって5人だ確か5人だった。でもさ、私の聞いた話だとさ、なんだっけ、ちょっとこれ聞こえてるか、そう、なんか韓国人いないみたいな。何人？なんかわかんない、なんか一人は東南アジア系の人が、うん、あと一人っていうかわかんないけど、なんかあれ、なんか私がさ、見た時に、なんか東南アジア系の人しかいなかったような気が、って言って違かったらちょっと本当に恥ずかしいから、ニュージーンズ何も言わないですけど、誰、でもだってさ、それで韓国人いなかったらもう K-POP じゃないってことだもんね、言ったら。いやもう、いやなんかさ、めっちゃ韓国のグループだと思ってたからさ、プロデューサーは韓国だけど。いや、そうだよね。ちなみに、まあさっき動画を撮った後に勉強しますって話したんですけど、一回クライミングを挟んで、ご飯食べて勉強します、私。でも運動大切なんだよね。死ねば全然勉強しない。 いや、でも運動大切なんだよ。大丈夫、ずっと家にいると良くないってよく言われるんで、言い訳だな。まあまあでもちょっとね、2週間しかない今、あとテストまで、いや、まあ多分22日受けると思う。足かける？ナイス。ナイス。ナ
ナイス。はい。Oh yeah。そうね。どう味変わる？コンソメの味わい深さが際立ってますね。うん。さ、美味しいんじゃない？優しい、うん、なんか家で食べたことあるわこの味。あ本当。うん。あ悪くない。悪くないじゃん。成功した。うん。まあ、え？なんだろう。お腹空いた時にはなこれをたくさん食べたいみたいな味。なんか上品な味かって言われたらそうじゃないのかもしれないけど。うん。だいぶいいねパセリの。うん、結構でもまとまってるんじゃない？うん、なんか前作った時もスープがすごかったの、ね、うん、入れ汁を入れすぎて、あ、これ私のじゃない、よいしょ、ほんと反対じゃないこれ、うん、こんにちは。おはようございます。今日が、3月の、3月じゃない27日、はい、あの27、やばちょっと寝起きすぎる、あの27日で、あ、なんか泣けてくるわ。ちょっとテスト結果が、あの朝起きたら来たので、ちょっとそのリアクション動画撮りたいと思います。あー、じゃあ見ます。いけるよ。ああ、え、何点取んなきゃいけないの？スピーキングとリスニングが45以上、うん、リーディングとライティングが47以上。45以上って47以上で、オーバーオールは46、オーバーロールが46、あれちょっと待って、46だね。わあ、いけるのか。ちょっと、うん、あ、OK、はい、じゃ、いきます。大丈夫。あ、まあ、生きても生きてなくても、まあ、か、あの気を変えて、いや、ちょっと行こう。はい、はい、行きます。お、え、いけたー。いったー。いけたー。いったー。お、え、いった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 やったー、おめでとう。やったー、やったー、おめでとう。やったー。
ー